こんにちは、小泉と申します。 YouTube への投稿は久しぶりになります。今日はですね、企業からスポンサーを集める方法、協賛を得る方法、このテーマでお話ししていきたいと思います。今回の内容は個人で活動しているアーティストの方、アスリートの方ですとか、少数でやっているイベントや活動に協賛、スポンサーを集めたい、そんな方にお役に立てたらと思っています。その前に簡単に私の紹介をさせていただきますね。僕は広告業界に15年ほどおりまして、年間で1億から2億ぐらいの広告案件に携わっていたんですね。ですので採用される企画書や協賛メニューのポイントを熟知しています。具体的にはサーフィンやスケートボード、野外フェス、地域のイベントなど様々なイベントの協賛に関わっています。ですのでスポンサーを増やしたい、集めたいという方は今日の話をぜひ参考にしていただけたらと思います。まずスポンサーを得るために一番大切なのが企画書なんです。これはイベントの協賛だろうと、個人や活動へのスポンサードだろうと、企画書の作り込みが甘いと決定に至らないんですね。逆に言うと資料の作り込み次第でスポンサーが集まらないということなんです。今から企画書で特に気をつけてほしいポイントをお話しますので聞いてください。項目は全部で6つあります。まず企画書の表紙です。表紙はとっても重要なんです。書店に並んでいる本と同じようなものだと考えてください。あなたが本を手に取るのは表紙に惹かれたからですよね。企業がスポンサーをするのはあなたの活動が人を喜ばせるからお金を払うんですね。ですので、人が喜んでいる写真とか人が集まって盛り上がっている写真を表紙に使うなど、フォントの色使いも含めて目を引くかを考えてください。2つ目は目的です。これはなぜそれをするかという理由です。これはできればあなたの個人的な目的ではなく、それをすることでこんな世の中を実現したいといった社会性も盛り込めるととても良いです。社会性というのはあなたの活動によってこういう人が喜ぶというイメージができるということです。次に特徴です。あなたと同じような活動、イベントと比べて何が違うのか、何がすごいのか、これを入れてください。参加者が多いとか、どこどこで最大の規模とか、初めてとか、何年からやっているとか、何に特化しているかといったことです。次に協賛メニューです。メニューは一つではなく松竹梅、高いものと安いものといくつかあった方がいいです。金額はご相談という形だと検討できないので金額は入れてください。次に影響力です。これはあなたの活動でリーチできる人数とも言えます。メディアでの露出、SNS などでのフォロワー数、ウェブサイトのアクセス数、YouTube のチャンネル登録者数、再生回数、チラシ、ポスターの枚数、配布する店舗の数、こういった数字の総数としてこれだけの人にリーチできますという数です。これを入れることでこの活動に協力すると
どれぐらいの人に波及効果があるか、スポンサードしたことを知ってもらえるか、イメージしてもらえるんですね。次で最後になりますが、企画書のページ数は基本的には10枚以下がいいです。なぜなら企画書を出力して社内で数名で打ち合わせするっていうこともあるんですね。30枚ぐらいの企画書もあるんですけど、ボリュームが多すぎると全てに目を通せない、パソコンで見て終わり、そんなことになりかねないので、10枚以下がおすすめです。ではまとめになります。スポンサーを集めるための企画書のポイントとして、表紙、目的、特徴、協賛メニュー、リーチ数、枚数、このあたりを意識するだけでより検討してもらいやすくなるので、気をつけていただければと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。